皆さんこんにちは。今日は洋画コース紹介動画をご覧いただきありがとうございます。洋画コース教員の青山博之です。今日は4年間の学びの紹介を味わってください。まずその前に洋画コースのモットーです。洋画コースは絵を描ければ何でもできる、絵を描く力は様々なメディアとコラボレーションをしていける魅力的なツールなんです。そして洋画コースにはこういった学生が集まります。アーティストになりたい、絵を描く力を社会に生かしたい、学校の先生になりたい、ここが重要です。絵を描くのが好き、この4つのどれか1つでも当てはまる人は洋画コースがぴったりです。ぜひ受験を考えてみてください。洋画コースでは様々な学びがあります。それは油絵に始まり、デッサンももちろんです。そして金箔、彫刻演習や 3DCG まで様々なジャンルのアートを学び、そして様々な作品のあり方を体験してきます。洋画コースの特徴としてはこの東北をフィールドに様々なプロジェクトの実践があります。それがこちらになってます。これは一部です。ここ1年2年の間に学生とともに夏休み春休みまた授業以外の時間を利用してこういったイベントを考え作って、これは市や町や企業さまざまなところとコラボレーションをしながらアートイベントをしていった実績です。その力はこれからアーティストとして生きていく皆さんにとってすごく重要なことなんです。とにかく描く力をベースに将来へしっかり結びつけていくのが洋画コースです。魅力的な環境が揃ってます。そこで培った個性は他にはない唯一無二のものになってきます。それではこれから洋画コースの各学年の学びを紹介していきます。ぜひご覧ください。1年生は観察を通し基礎力を育むことを目的とします。人体油彩、生物油彩、デッサン、彫塑、ドローイングのほか思考型ワークショップなどの演習を通して4年間学んでいく基礎作りをしていきます。粘り強く取り組み、諦めない精神力、思いを言葉にすること含め総合的な力も培っていきます。基礎力はあらゆることを土台です。講師の村上です。洋画コースの2年生は造形表現の幅を広げることがテーマです。テンペラやフレスコといった古典技法や 3DCG まで学びます。このテンペラやフレスコといった古典技法なんですけれども、ここにいくつか顔料がありますね。こういった絵の具の元になる顔料を画面に定着させるプロセスや技法を学びます。で、古典技法というのは油絵の具が開発される前からある技法のことです。その他にもこういったコラージュから油絵に起こす課題であったり、新旧制作といって2年生の最後に展覧会も兼ねた課題を行うんですけれども、そこではグループワークでテーマに向けてそれぞれが自由な作品を作ります。この辺が新旧制作で作った作品です。准教授の加野です。3年生は選択授業がふんだんにあって、多様な絵画表現を学びながら自己の世界観を確立することがテーマです。例えば細密表現、対象を濃密に観察しながらリアリズムを追求していきます。それからドローイング表現、対象を観察するだけではなくて自分の感覚を解放しながら絵を描いていきます。それからインスタレーション演習、絵画を描くだけではなくて絵画以外の多様な表現に挑戦していきます。そして箔を使った絵画表現、古典的な技法を現代に応用する方法について学んでいきます。
それから、今年は新たな、取り組みとして、学外で、地域と連携をしながらさまざまな活動を行って、プロジェクトを通して多様な表現について学んでいきます。そして、3年生の終わりにはそれらの学びをこういった、大きな対策表現に結びつけていきます。准教授の細川隆です。4年生では作品としての表現の自立を目指します。1年生から3年生までさまざまな技法や表現の素材があったと思います。自分の中にそれを蓄積していくんですね。その学びの中から自分の思考っていうものもかなり展開されていくはずです。それらをまとめ上げて4年生の集大成へ続けていきます。洋画の卒業制作は大きくダイナミックです。そして多様であることも特徴です。平面作品では油彩表現はもちろんですが、金箔、銀箔を取り入れた作品、立体的に展開した作品や空間を利用したインスタレーション、そして映像作品として作品化する学生もいます。本当に幅広い表現への形へと至っています。制作のテーマとなるのはこれまで積み上げてきた研究の内容が中心になります。でこちらの方の、作品を見てもらうとよくわかりますが、やっぱり地域の、作品も生み出されてるんですね。で学生自身はそこからこう吸い上げてきたいろいろな情報とか、山形を舞台にして作品がかなり出てきますね、はい。4年間のものを吸い上げて自分の体の中でこう積み上げていくわけですから、本当にこう全身全霊で向かっていくんですね。でそのやったこと仕事内容っていうのはその社会に出てからも非常に役立つことなんですね。で自分のやっぱりこう勇気にもなるし、自分のこう核となって息づいていくはずです。自分に負けなかったり、それから社会においても新しいことにチャレンジしていく力になっていきます。これが洋画の4年生の学びです。教授の木原と言います。美大を出てそれも洋画を学んで将来大丈夫だろうか、そう思っている親御さん、そして受験生の人は多いんじゃないでしょうか。ですけれどもまずはこの数字を見てください。洋画コースの就職率の数字です。文部科学省の基準のもとに出した数字ですけれども、これはご覧の通り日本全国の美大の中でもトップクラスの数字だと思います。絵を描く、そしてその絵を発表したりプレゼンしたりする、そういうことを通して得た力がどこにでも通用していくということの証明ではないかと思います。小学校、中学校、高校、そして大学というのは言ってみれば教育の最終章です。ですから大学を出たら当然社会に出て職を得てたくましく生きていくということが大切です。一生涯美術を手放さないためにも、そしてさらにはアーティストとして生きていくためにも、自分の制作や生活、そういったものを自分の経済力で支えていくということは当然のことだと思っています。本学では教職員がしっかりと手厚くみんなの進路をサポートしていくので、ぜひ安心してもらいたいと思います。少し具体的な例を挙げていきましょう。ここに美術教諭というのがいくつかありますけれども、毎年3人から4人ぐらいが現役で正規教員に合格をしていっています。この少子化の中で美術科教員、一つの学校に一人しかいない美術の教員にしっかり食い込んでいっているというのは、これも全国の美大の中でも非常に高いレベルだと思っています。他にも若い人たちが憧れるような、コナミのキャラクターのモデラーだとか、あるいはゲーム会社のキャラクターのデザイナーだとか、そういったところ、あるいはテレビの番組の企画や制作、そういったものに入っていく、言ってみたら美術の力をそのまま生かすような職業に入っていく子も多いです。それから直接美術に関係しないような職業でも4年間で学び得た力をしっかり生かしながら社会で活躍していく、そういう学生たちが
多いコースだと思っています。4年間好きな絵を目いっぱい描いて、そしてぜひ自分の人生をクリエイトしていってもらいたいと思います。頑張りましょう。皆さんどうでしたか？ヨガコースに興味を持った人は、僕らが今日は待ってます。学生もいます。ぜひ気軽に来てください。じゃあ待ってます。